もうみんな視聴率あるこれ。視聴率ある。俺が徳さん、徳さん、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ケベレー、ハッピーバースデー、ケベレー、おめでとう、おめでとう、ハイキュー、本当に本当に30歳一発ゲーム。鍋は食べてダメだった。我慢します。畑を吸い吸う、なんか冷たいぞ、なんか冷たいぞ、キーボー畑、キーボー畑、6連勝したっていう感じも正直ないし、周囲にいる感じがしないっていうか、そういう感覚ですかね。やっぱりこの夏場で暑くなってくるときに危ないっていうシーンがもうところどころその6連勝の中でも出てきてるから、結局去年の優勝した時だって8月は負けてるし、まあ、そういう暑い時期だからこそ集中してやっていけたらいいかなとは思いますけど、ね、これじゃやられるっていう風に本当に思っていつも試合やってるかどうか、それが強さにつながっていくと思うし、この暑い夏を一気に乗り越えられればまたいいもの見えてくると思うし、行けると思わせんなよ相手。行くぞ。Don't get me wrong, your performance was good. Your effort, okay, your desire, your understanding, your belief, it was good. And we believe, looking at that, we believe that with some adjustments, we can continue to grow and we can continue to get better.一人一人の技術がすごいんで、きついですけど、まあ、得られるものは多いんで、まあ、見てる人も多分すげえ楽しみだと思うし、やってる方もまあ楽しみだから、そのままの気持ちで試合に入りたいなって思ってます。全員で走りましょう。
戦うんだよ。恐れる必要ないぞ、恐れる必要ないぞ。チームと仲間信じて、絶対大丈夫だから。行くぞ。前半戦その最初のところっていうのは、まあ、今までやってきたことプラス新しいことが加わって、まあ、本当に試行錯誤してるところがすごい多かったとは思います。勝たなきゃいけないシーンとかでやっぱ取りこぼしてしまうっていうのは出かねない状況、やっぱ自分たちでこう感じて練習の中からよりプッシュしていかないとやっぱつかめるものもつかめないと思いますし、ただそのいい過程なくしてやっぱこう目標というのはつかめないと思ってる。そこは本当に大事だし、チームとしてのこうまとまりっていうのがもっと必要になってくるかなとは思います。最初から全てが 100% うまくいくっていうふうには選手も思ってなかったし、本当に続けて勝つ難しさを近年は感じられてるし、本当にこっからの試合もそうだし、絶対簡単じゃないから、ね、この世界はやっぱ結果が全てって言われちゃうけど、それを出すためにはやっぱプロセスはから目は背けちゃいけないし、常に前進常に前進と、どれだけ勝っても負けてもやってきたし、それが今の歩みにつながってると思うんで、それはみんなで追い求めたいかなっていうのはありますか。最後優勝できたらそれが一番いいけど、でも優勝よりもやっぱ成長、その過程成長していきながら最後優勝っていうのが何よりベストだ。そうしないと俺は嬉しくて、優勝に向かっていく道のりを登っていくのが楽しいんだし、成長につながるんだし、苦労して取っていったこう積み重ねていこうとしている一生の方が重みが重いよね。その積み重ねが優勝であったらそれが最高。移籍することにしました。しました。まあそうだ。自分は早くヨーロッパに行って。
少し変えるっていう気持ちが強かったので、やっぱり優勝しました。優勝できるチームっていうのがどういうチームなのかっていうのが本当に自分はこの1年半で分かったし、本当に選手がそれぞれが素晴らしい、そういった経験とかを積んだ自分が、海外に成長しながら、生かしていったらいいなと思います。1年半でした。ありがとうございました。しましたよ。今日晴れてリハビリ室を代表としてまた今のリハビリ組にやっぱ勇気与えないと思って楽しみにしてるね。危険な暑さ危険な暑さいやー強いな。長袖強いな。日焼け止めでベタベタだわ。やだ恥ずかしい。めっちゃ見ないで。もうみんな会ったと思う。Already, Nam show. 新しい選手です。Welcome, Nam to the group and.私はナムテイです。よろしくお願いします。何ヶ月ぶり？走ったの？走った。走ったのはもう、追った以来です。明日で4ヶ月だから4ヶ月ぶりか。いやでも、地道なトレーニングが。今日そんな違和感なかったから。あ、本当？すぐフォームを取り戻せそう。いや、やりましたね。いいぞ。One last memory together. One last memory tomorrow. 明日が One last memory to get the win together. いい思い出を残すために。マーコス、good luck. 頑張ってね、マーコス。And thank you. ありがとう。Chegou minha vez agora. Fui muito feliz aqui nesses anos, né? Tenho muitas memórias boas aqui do time, do grupo, dos jogadores, funcionários, staff. Obrigado. Cheers, Paul. Cheers, Paul.
ックチームに貢献してくれたマルコス、最後マルコスだけなくてファンサポーターも試合に出れない仲間もいるよ。要は何が言いたいかって、みんな一人じゃないこと忘れるな。みんながチームの勝利のためにできることやろう。それでマリノス、素晴らしいチームだ、最高のチームだなって見に来てる人に示そう。
スリー、トレイ、イエーイ。Falando a verdade, eu nem esperava sair agora, né? Mas futebol é muito dinâmico, então é muito imprevisível. Tive essa oportunidade, né? O clube me comunicou que também ia renovar, então eu esperava não sair agora, mas surgiu essa oportunidade, então acho que é o momento, né? É o momento. Desejo toda a sorte pro Marinos e vida que segue.Cara, tem tantas coisas assim, boas. 2019 eu cheguei num ano que era muita mudança, né? Então o time não ganhava há 15 anos. E eu não esperava o que poderia acontecer, né? Então lembro do primeiro jogo contra o Gamba, que a gente ganhou. Lembro uma fase que a gente perdeu 3 jogos e a gente teve uma dificuldade, né?Então, parece que foi ontem, né? Tantas coisas que... Aí teve o Covid também, com a minha família aqui. Aí teve a ACL, que a gente poderia ir longe também com a ACL. Aí 2019 foi um ano bom, fiz gols, fui artilheiro. Tive uma temporada, assim, excelente, né?Nem imaginava que ia acontecer isso. Foi isso. No final a gente foi campeão e só tenho memórias boas, né, de 2019. Eu acho que o time de 2019 pra mim, que aqui foi aonde eu comecei a fazer história, né? Não tem como esquecer, né? Toda vez que a gente ganhava, a gente tirava aquela foto no final do jogo assim.Todo mundo feliz, um time bom, então uma recordação que eu vou levar pro resto da minha vida. Queria falar pra torcida que é a hora de dar adeus, né? Não esperava sair agora, mas acho que chegou meu fim. Claro que não vou acabar a carreira agora, mas eu tenho que seguir minha vida. Obrigado a todos os torcedores que me apoiaram, sempre me ajudaram aqui.Tô saindo do clube, mas vou ser um fã, né, do Marinos. Então desejo toda a sorte para todos do time. E se Deus quiser, no final da temporada a gente vai ser campeão. A gente, eu falo a gente porque eu tô indo no time ainda, né? Joguei 21 jogos, então espero no final do ano receber minha medalha. Arigatou, Zamasu.